SSS のん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 です。今回ですね、久しぶりにのんのんの放課後ルーティンをお届けしたいと思います。今日は決まってすることはないので、なんかゆるく TikTok とか撮ったり、あとまあ夜ご飯食べてるシーンとかを流していきたいと思います。でもあれだ、 BTS さんのダイナマイトのレコーディングをちょっとしたいなと思いますので、今帰ってきたばっかで制服なんで、とりあえず着替えてピアノ弾きに行きたいと思います。今からですね、 BTS のダイナマイトの弾いてみたのためのレコーディングをしていきます。見て、バンダナしてるの、ちょっといただきます。ということで、今から夜ご飯を食べます。今日の夜ご飯紹介をしたいと思います。何やってんの？あ、今日放課後ルーティンをやってます。出ますか？出られますか？大丈夫、出てみてください。今日すごい可愛い格好されてるんで、ぜひよければこの番組出演していただけることできますか？あ、出演ありがとうございます。すごい気合い入ってますね。これ新しいお洋服みたいです。今日の夜ご飯を紹介したいと思います。人参しりしり、これ美味しい。レーズンが入ってるのさ。人参しりしりでございます。ダメだ、黄身が出てきちゃう。これ納豆、納豆です。そしてこちら、今日の主食、じゃが肉。じゃが肉でございます。お味噌汁、ご飯でございます。いただきたいと思います。あ、すみません、あと一番映えてるものを紹介し忘れてました。スタバで、あの今流行りのオーロラのコップを買ったんですよ。 でっかいね、丸い氷が入ってるの。ちょっとそれも見せたい。丸いでっかい氷が入ってます。カクテル用みたいな感じ。今から TikTok を撮るんですけれども、今流行りのね、モアキュンドレを撮るんですけど、戦慄かなのちゃんめっちゃ好きで、どうしようみたいな、もう本当にすごい緊張しております。ちょっと今回は、あ、ごめんなさい、前髪すごい割れちゃってる。誰が登場したかと思った、自分でも。今回、洗顔シーンとかは、省きます。はい、ちょっと結構ね、頻繁に最近ルーティンの動画たくさん上げてるので、今回は省くんですけれども、パックのシーンをね、この後流したいと思います。パックのシーンどうぞー。はい、ということで、お風呂から出てきました。すごく眠たいです。で、今日はパックをしながら、今日、放課後ちょっとある場所に行ってきたんですよ。こちらのお話をしていきたいと思います。すごい重大発表みたいです。炭パックなんですけど、あ、全然炭じゃないんだけど。全然炭じゃない。全然じゃん。匂いめっちゃいい匂いするんだけど、これ。はい、じゃあこれから今15分ぐらいね、ちょっと置かなきゃいけないのパックしてるので15分ぐらい話したいと思います。今日ですね、放課後映画の試写会見てきました。なんかもうほんとずっと見たかった事故物件っていう映画なんですけど、副題は怖い間取りでございます。事故物件って何？と思ったヒント。事故物件とはですね、殺人、自殺、火災による死亡事故とかがあって、
ったいわく付きのお部屋のことなんですけれども、それがタイトルになってるんですよ。それだけでまあ怖いんだけどね。カトゥーンの亀梨さんが主役で、事故物件の部屋に一人の芸人が住み着いた実話なんですよ。怖くない？実話で、今回その芸人役が亀梨さんなんですけど、めっちゃ面白かった。私ほんとホラー映画が大好きだから、もうめちゃめちゃ面白かったです。でこれ監督もすごくって、ノナが大好きな映画、スマホ落としただけなのにとか、あとリングとか貞子とか、もう私のもう大好きなホラー映画、そこら辺をね作っている監督さんが今回この事故物件も作っていて、ノナがコラボさせていただいたクロちゃんも出ていました。で詳しくはね、ちょっと概要欄に貼っときますので、クロちゃんだけのすごい面白いホームページみたいなのがあるんですよ逆に怖いみたいなぜひ気になる方は概要欄見てみてください。ちなみにこちら本の映画化で、事故物件怪談怖い間取りっていう本が映画化されたみたいです。でこの本も読みたくなりました。ということでさ、ちょっと怖すぎて、ちょっと今日ワンチャンね、すでに寝れない説あるよこれ。だってさ、事故物件ってね、その部屋で事故が起こるじゃん、その次にもう入居する人には、ここ事故物件のお部屋なんですけどいいですかって伝えるんだけれども、事故物件にその人が一回住むじゃないですか。でまたその出ていくじゃないですか。そしたらもうここ事故物件じゃないの。怖いねー。だからあなたの住んでいるお家ももしかしたら事故物件かも怖い。今日寝れなくなっちゃうね。ちょっと雰囲気出すためにちょっと怖い顔だしちょっと電気消します。そうですか、雰囲気出ました血が怖いよねこれ。マスクしてるからさ、マジ怖いんだけど。ウェブサイトにも書いてあるざっくりストーリーなんですけど、売れない芸人が事故物件に住んでみた。もうこれだけでめちゃめちゃ再生回数取れそうなね、もう YouTube の一本動画にできるぐらいいいタイトルなんですけど、まあ、映画の中でその芸人さんがテレビ番組の出演を条件に事故物件に暮らすんですよ。で、初っ端なんですけど、その部屋に撮影した映像には白い何かが映っていたみたいなんですけど、今日も私の白い何かではないのかというもしかして皆さん、私のこの顔に張り付いてる白い何か見えちゃってますか？もうそれやばいですよ本当にこれでですね、番組がめちゃめちゃ盛り上がって、ネタ発作に事故物件を転々とするんですよ。テレビでたくさんなんか話せるようにたくさんいろんな事故物件に回っていくっていう。こっからもね、ウェブサイトに書いてあることなんですけど、人気になっていく一方で次々と怪奇現象に巻き込まれます。そしてある事故物件で、亀梨さんの役、山野山目っていう役の名前なんですけど、山目の想像を絶する恐怖体験が待っていたというね。スマホを落としただけなのにもめちゃめちゃ好きなんですけど、この暑い時期あの一押しの映画でございます。ほんと涼しくなった。皆さんぜひ劇場で見てみてください。もうすごいよ、面白い、めっちゃ面白い。なんかもうあっという間だったもん。トントンとこうリズムよく進んでいくから、めちゃめちゃあっという間でした。見ている間いろいろ想像しながら見たんですけど、裏切られる終わり方だったんですよ。これすごいのでほんと見てほしい。とこれ今から話すの映画と全く関係ないんですけど、事故物件ってあのサイトで探せるやつあるの知ってますか？あれ何だ、見たことあるんですけど、あれ見たらどこが事故物件だったか見れる説なんですよ。なんであの新しく住んでもそこにはもうずっと書いてあるから、もし自分ちが事故物件か調べたい方はググったらそのサイト出てくると思うので、私ほんと事故物件、個人的に事故物件っていうのがすごく、なんて言うんだろう、まあ、怖いものが好きだから好きで、それをね試写会で見れたっていう幸せ、やばかった。もう本当に、嘘でしょと思って、事故物件一番見たい、今一番見たい映画だったのと思いながら、もういつまで暗くしてるんだよ、ちょうどいいとでも逆にいいかも、この雰囲気夜だし、ナイトルーティン的な感じだし。ただもう大体15分経ったんで、ちょっと一応何でも作ってるものを紹介します。ちょっとごめん、1個忘れたんだけど持ってくるね。あの最近は家の鍵も全部閉めて、あのさ、よくさ泥棒が来ちゃった時にさ、こうカシャってするやつあるんじゃないか、あれも全部閉めて、もうでもお化けだからね、ちょっと入られちゃうよね。だってこうスーって来られるわけでしょ。で、あの私のスキンケアなんですけれども、ちょっと明るくしてますね、ごめんなさい、もういいよってそして神々しいんですけれどもこちらでございます。最近またディオールにしました。プラスでこれも塗ってます。もう寝ますちょっと今の、今日ちょっともう楽しく塗ってるシーンはもう無言なんで、塗り終わったないなー。
別にビビってとかじゃないんだけど、そういうことじゃないんだけど、なんかちょっと来そうな気がして、ここ事故物件なんじゃないかなとかちょっと怖くなっちゃって。映画見てて、ほやほやなんで、これ結構あるあるなんちゃったし、連載。連載ということで、本日は、ちょっと暗い、やめて、やめて、ねえ。おかそごるよ。おかすじゃないよ。おかそごるよって。あ、で、私の、寝てる時の相棒なんですけど、こちらです。名前が決まってないんですよ。おぉ大丈夫でしょ。父見えてるよって。おやすみなさい。で、寝たいと思います。痛い。髪の毛痛い。おばけより痛い。おばけは痛いことしてこない。してくるよ。ブーマトジョンみたいになってるよ。ういしょ。ういちょっぱなんげ。あ、ちょっとね、おばちゃん、ほんとに。この子さん、目痛い、揺れてるよ。髪の毛痛い。うるさいですよ、やりたいから。もう、やだ、やめて、帰って。やめてってばよ。今回のナノマグのナイトルーティーン、めちゃめちゃ面白かったよと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。また今度、ナノのナイトルーティーン、本格ルーティーン見たいなと思ったヒートも、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。それでは、また次回のナノマグでお会いしましょう。なやそれではまた次回の生マグロをしましょう。いやだ。低くなり響く音、透明なの。